横浜 DeNA ベイスターズ対北海道日本ハムファイターズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはベイスターズの先発小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？ね、広い球場は投げやすいです。ホームラン打たれるのだけは嫌でしたから。そうですよね、球場の広さ小宮山さんは気になったようです。最初は変化球できました。少し変化しました。ストライクです。あ、よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている浅村。柳、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。インコース外れます。痛烈な打球、高い打球、レフトが追いかける。いやか。バッターボックスには3番吉田。ファイターズ見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。うん、そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。内へ低めの変化球、ボール。インコース詰まりました。4番バッター中村、ツーアウトになっています。初球は何で来るか。最初は変化球できました。インサイド落ちました。さあこれからファイターズが守備につきます。そしてマウンドに上がる鈴木が打席に入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。まず何を投げてくるか。初球ボール、低めの変化球は決まりません。まっすぐで空振りを取ります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。三振を取りました。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている丸。ディクソン、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。クリーンアップが登場します。バッター島内、ツーアウトランナーありません。まあ、変化球を狙っていたかもしれませんね。ストレートに振り遅れてますよ。インサイドファールボールです。改めてお聞きします、バッターの島内どういうバッターなんでしょうか？まあ、長打の変化球空振り、スリーアウトチェンジ。2回になります。ファイターズの攻撃、バッターボックスには指名打者の鈴木。ファイターズ1点リードで迎える最終回です。ベイスターズピッチャーが変わります。右バッターが初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インサイド落ちました。ボール、ボール。三振です。ワンアウトです。バッターは6番ビシエド。ワンアウトランナーありません。さあまず1球目、アウトコース、ストレートが決まっています。さあ2球目は何か。
まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。なるほど、そうですか。外、これは外れていきます。さあ勝負してくるのか。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている山本。ツーアウトランナーありません。打ちました。DeNA ベイスターズ最後の攻撃になります。バッターは山田。ファイターズ1点リードで迎える最終回です。初球ストライク。インサイド落ちました。インコース詰まりました。5番バッター坂本。ディクソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。ボールカウントはワンボールワンストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球が低めに外れます。平行カウント。インコース詰まりました。バッターは DH 柳田。ツーアウトになっています。初球打ち、これで3アウト。試合終了になりました。なんとなんと見事な完全試合を成し遂げました。日本